半は眠って過ごしていましたし、それにここは安全ですから何も問題なんてありませんでした。今までは。はい、私だけでなく誰も傷つかないこと、そんな状況はここにしかありません。なんであれ、私は目覚めました。再び優勢が到来する先触れとして。それまでの間はずっと長い長い夢を見ていたようなものなのでしょうね。セファールが地上でムクロとなったのは確かです。ですが、それで私が消滅したわけではなくて、セファールの本体はここにいる私です。この私がある限り、セファールは何度でも地上に現れます。必要な条件さえ揃えば、私はまた本物の肉体を得ることが。ありえない話はしないように。そんなことは絶対に起きません。絶対です。何があってもあなたはそうしないはずです。セファールを地上に降ろしたりはしない。あなたはセラフを守ろうとするでしょう。ムーンセルを制圧しようとする私とも敵対する。それに、それにどうあっても結果は同じ。他に方法があるとしても、私はムーンセルを壊す他にないのですから。教えてあげましょうか。そいつの望みは破壊することだけよ。やっと入れたわ。へえ、ここが巨神の石室ね。多少は手こずったけど、いざ本気になれば何のことはなかったわ。このあたし、エリザベート・バートリーにかかれば未明領域だろうと思いのままなんだから。いいこと、あたしは親切だから教えてあげる。コリス、あんたを閉じ込めてるそいつにあるのは破壊だけ。他には何にもないの。それはそいつが破壊の化身だからよ。文明を踏みつけてめちゃくちゃに壊して、何もかも終わらせるのが楽しくて仕方がない。いいえ、それしか楽しみのない生き物だからよ。その気配、貴様
アルキメデスの手のものか。ここは私の領域だ。侵食されたサーバントごときが軽々しく立ち入っていい場所ではない。ダメよ、そんな風に選ぶって見せたってね。優勢のしもべって意味じゃ対等でしょ。それにあなた何？おかしいったらないわ。セラフの NPC だってあなたよりはまともよね。破壊のためだけに生まれたものがあれこれ考えること自体間違ってるのよ。不純だわ。うん、そうね、正しくないのよ。どうしようもなく間違ってるわ、アルテラ。この際だから言ってあげるわ。あなたなんかに大きな顔させてるのはムカつくの。だってこの私が優勢勢力に加わったのよ。自分が何かもわからないデクノボーなんかより私の方がよっぽどうまく。何よ、いいところだったのに。敵への自動察知機能よね。もう文字通りのお邪魔虫じゃない。魔が悪いったら。ああもうムカつく。また来るわ。それまでせいぜいやることやって私のために働きなさい、アルテラ。あ、そうそう、そっちのコリスも少しは必死になりなさい。そこにデーンとそびえていらっしゃるのは優勢の巨人なんだから。甘く見ていたらもみくちゃにされて死ぬわよ、あなた。ごめんなさい。次のお仕事までは静かに休ませてあげたかったのですが、彼女が言った通り敵の進軍です。前と同じように未明領域をまっすぐ進んでいる模様です。今回もどうかお願いします。私のマスター、無茶だけはなさらないよう。外の私にリソースを供給するだけでもあなたには相当の負担なのですから。来たか。征服王を撃破されたことでムーンセルも焦っているらしい。今回はトップサーバントが2機だ。石室の私ならともかく、この姿の私ではそれなりの苦戦が予想される。もっともお前は私が敗れる方が嬉しいか。聞くまでもないか。きっかけさえあればいつでも逃げ出してみせるという顔だな。それでも構わん。お前はただ私の傍らにあればいい。どうせ離れることはできないのだから。レガリアは私のものだ。そしてお前も私のものだ。話はしないし、いかなる英霊であろうと渡す気もない。ただ気をつけろよ。お前の行動遺憾ではお前は戦場で死ぬ。トップサーバントとの戦いとはそういうものだ。
そうだ、あの女の発言に間違いはない。私はただの破壊の化身、殺戮の機械だ。他には何もない、必要もない。そしてお前が私とは違う考えを抱いているのも知っている。それを改めさせる気もない。思い上がるな。お前は私のマスターに過ぎない。私をどう剣をしたところで私の指に収まるしかない囚人だ。援護をしろとは言わない。コードキャストなど私には不要だからな。黙って私の戦いを見ていろ。この夢はいつ覚めるのか。ムーンセルより選ばれたルーラーとして私は使命を果たします。急ぐぞ。殺意も敵意もない女、立ち去れ。それ以上踏み込めば私は容赦はしない。名高き征服王を制したと聞き及びましたが、ここまでの力を持っているとは、さすがと言うべきでしょうか。優勢の先兵、人の営み、その全てを奪わんとする者。なるほど、次なるトップサーバントはお前というわけか。旧国の聖女ジャンヌ・ダルク、故国ならざるセラフをも救わんとするか。無駄なことだ、やめておけ。英雄としてのお前は多くの命を奪い救ったのだろう。だが所詮はその程度だ。私は文明を破壊する天の使い。たとえ貴様が津波になろうと、我が猛威を崩すことはできない。諦めろ。そして我が破壊の軍門に下れ。従うのなら殺しはしない。トップサーバントであれば使い道もあるだろうからな。私に下れと？ムーンセルから伝達された情報とはいささかイメージが違いますね、あなたは。ですが、それは無駄な幸福勧告です。月の王権たるレガリアを有してはいませんが、私にはこのクラスがある。うん。本来であれば聖杯戦争を管轄裁定するためにこそエクストラクラスを与えられた身ですが、今はこの力を戦いのために使いましょう。アルテラ、あなたの全てを封じるために。そうか、そこで殺すと口にしないのは貴様の心情なのだろうな。甘い考えだが、戦場でその甘さを徹底できる者は真の強者であることを私は知っている。そう、いいだろう。愉快な心持ちになったぞ、ジャンヌ・ダルク。まずはその聖なるものを私は破壊しよう。どうでしょう、あなたは本当に世界の全てを破壊できますか？無論だ。であるからこそムーンセルはお前たちを使わしたのだからな。ハレイナ、ラケッチ、全てを消したろう。覚悟するのよ。私は止められない。
炎の輪立ちを。消えろ。苦しい。静まりなさい。私を神の道と呼んだな。もろい、あらゆる命を。どうです。その文明を破壊する。全てを消し去ろう。払うな。抵抗は無意味です。おとなしく下りなさい。祈りなさい。無様を。相当する。あくまで抵抗するんですね。ではここからは本気を出しましょう。覚悟するなら戦闘を再開する。祈りなさい。相当する。私を神の道と呼んだな。分身の力、我が手にある。そこだ。覚悟するがいい。決めろ。私は死を恐れない。命続く限り敵を潰す。よく損傷がひどいな。あとどれだけ敵を倒せるのか。し軽いな。そこだ。私は止められない。消えろ。軽いな。その文明を破壊する。私を神の道に呼んだな。主に我が旗に誓おう。主よ、我が蛮行を許したまえ。やっはっやっはっやっはっ。分からずやめて。こんなことだって。全滅しない。分身の力、我が手にあり。飽きもせずまたぞろ雑種の争いか。
トップサーヴァントとのたまっていたな。よもや貴様ら自らが史上の英霊であるとでも。ムーンセルの水郷にも困ったものよな。ならば俺が貴様ら雑種に拝謁の光栄を与えてやろう。刮目せよ、絶望せよ、この俺こそが真に史上にして唯一の英雄である。黄金の英霊。なんだ、雑魚を率いる雑種はすでに戦意喪失か。だがもう一匹は騎乗よな。この俺の姿を目にしてなお果敢にも刃を向けてみせるとはな。どしがたい野王か。出なければなんだなあ、雑種もどき。時を無駄に消費するな。口を開いても構わんと言っているのだぞ。俺はすこぶる機嫌が良い。貴様次第ではさらなる宝剣をくれてやる程度にはな。何しろセラフがこの手の揺らぎを起こすのは珍しい。あまりにもキーであったがゆえ、何わざわざ教会を切り裂いて出向いてやったのだ。わかるか雑種、万に一つの光栄を貴様らは得ているのだ。これを喜ばずして何を喜ぶ。自らの手で限界を。そんなことはありえるはずがありません。いかにトップサーヴァントといえども。単独での限界、ありえざる事象、それが何だというのだ。私は戦う者、殺戮の機械だ。立ちはだかるならば何であろうと。破壊する。古い文明の匂いがする。お前は人間よりも真っ当な命の流れにいないな。黄金の鎧と無限の宝具、これに該当するサーヴァントは一騎のみ。英雄王、世界最古の英雄、ギルガメッシュ。匂いとは幽静のしもべらしい野蛮さよ。食うことのみに執着する獣のようではないか。だがその言葉、貴様の比類なき肉体に免じて受け取ろう。褐色の戦士よ、星に刻まれた伝承がまことか否か俺に見せてみるがいい。戦士文明の末端、私の足から逃れた末裔風情が大きな口を叩くな。そうか、やはり破壊しか知らぬのか。良いぞ、俺を飽きさせるな。戦闘再開。しかるいだ。これはどうだ。武神、私が至らなかったから主よ、お許しを。その文明を図る。私は止められない。
時だ。神戸を垂れよ。どうした、あの姿にはならぬのか。小生意気にも俺を焦らすか。白い巨人になれば俺を圧倒できよう。英霊もどき程度では物足りん。遠慮はいらぬ。さあ何もかも破壊し尽くすがいい。怪物の類に差したる興味はないが、こと人類の完全なる破壊者ともなれば話は別だ。かつて神を殺した巨人、地表を蹂躙したおぞましき者、まさに我がエアを抜くにふさわしい。英雄を、確かに私は破壊の化身だ。多くを残して見せた英雄とは違う。剣を振るう目的はただ一つ、破壊のみだが、それでも私にはかつてこの姿で地上をかけた記憶がある。1万4千年前の巨人ではなく、小さき人として。ただ壊すだけではなく、確かに意義を残したはずの戦いだ。その過程を汚すことはできない。ほう、お前の言う通り、この私はただの英霊もどきに過ぎないのだろう。けれど今の私は英霊アルテラだ。そう呼んだ者がいる以上、私はこの姿のまま破壊の大王として剣を取る。セファールと戦いたいのであれば、この私の体と教授ごと粉砕するがいい。巨人にはならぬと言ったな。ならば無理にでも巨人を叩き起こすまで。これは何だ、毒か。